やつらと。離陸します。なんかすごいなとか思ってワクワク感があって便利かなって、とてもなんか衝撃的で時代やっぱ新しくなったなっていう気がします。非常にこのドローンの移送というのは機能的なのかなというのを、まあ、今日の実証実験を見てですね、感じたところで、早くこれが実証実験から一定のサービスとして、提供されるような時代が来ることが、まあ、日本の人口減少の中での課題解決につながっていくんだろうと思います。